誤植誤植とは、印刷物における文字や数字、記号などの誤りのこと。ミスプリミスプリ、ミスタイプとも言う。特に、企業名、商標、人名をはじめとする固有名詞や、数字の位取りの誤植が起こると、大問題となる。そもそもは、活版印刷、写真食事で間違った活字を食事してしまうことを指す。近年では印刷物全般に対しても、 用いられているが、これは厳密には正しくなく、印刷物以外の字の間違いは単に、誤字という。また、ウェブサイト等での誤字や脱字に対して用いることも、厳密には正しくない。当初の誤食とは、食事の誤りつまり、活版印刷での印刷過程である、組判事のミスであり、食事項が起こす活字の組間違いだった。活字の欠落。 ひどい場合には単語そのものの欠落や活字の配置間違い。例えばキャットを、悪と等は目立つミスであるが、文字サイズが9ポイントで指定されているのに、8ポイントや10ポイントのものが紛れ込んでしまう、ポイント間違いも含まれる。ただし、電算食事や DTP の普及発達によって、誤食の起こる組版そのものが行われなくなっている。手書きの文書の誤りは、誤記という。 誤色は、主にカッパニや社色などの大量印刷物の表記の誤りを指す言葉であり、文書処理ソフト上における綴り誤りはその誤り方によってミスタイプや誤変換という。しかし、インターネットの普及によってブログなど書いたものが直接公開されるものが一般化し、出版形態も印刷一辺倒でなくなったこともあって、誤記と誤色の差はなくなりつつある。 誤植はあくまでも表記の誤りのことを指す。例えば、日本は米国より面積が広いという文は、事実に反するが、これは誤謬であって誤植には当たらない。そのような文の内容に踏み込んで誤りを正す作業は、校閲という。しかし、今日では、上記のような内容の間違いによる誤謬、ミスタイプ、誤変換などもすべて一律に、 語色と呼ばれるようになっているが、言葉としては誤りであり、語用の定着の一例と言える。本来ならば、語気、語病等、使い分けられるべきものが、語色とひとまとめにされるようになった経緯は、不明である。語色とは、本来意図した、表現の一部が別の字に置き換わってしまう誤りである。大抵は気づけば、元の表現に復元できるが、 場合によっては深刻な誤解を生むこともある。例えば、薬学の本で薬の量や単位、種類を誤れば、生命に直接関わる。百科事典や辞書などで、間違いがあれば間違った知識が流布してしまう危険がある。同様に、小売店が商品の値段を書き間違えた場合には損を承知で、その値段で売らざるを得なくなる事態も起きる。電子化された領域では、 ヒューマンエラーやデータの破損などでこのような事態、発生することが考えられる。実際、一時期オンライン販売業界の界隈では、価格の登録ミスによるトラブルがたびたび表面化し、いくつかの業者が損害を発生させたことから、現在では、大半のオンライン販売サイトで、価格のご表示については遡って、無効とできる旨あらかじめ断り書きを、 販売規約に入れておくなど何らかの対処がされている。本来、誤植は編集作業の過程で、構成によって立たされるべきものである。構成は軽視されがちだが、誤植の有無は出版物や出版社の質を測る指針にもなり得る。構成が不十分だと観光後にも誤植が残ることが多い。このため、論語史観第9の構成かかしこの句をもじって、 構成かしこまるべしの傾向がしばしば言われる。逆に構成者の思い込みによって正しい表現に間違った修正がなされることも起こりうるが、表現に関して直接修正することは構成者権限の逸脱であり最も忌避される。表現修正に踏み込む場合は、生後確認のお伺いを立てて、著者や編集者に確認を取るにとまる。ただし、近年に多い編集者が、 構成も兼ねている場合や、著者校に回す、時間のない新聞などは別である。観光後に誤色が大量に判明した場合や、緊急の場合には、修正箇所をまとめた、正語表が、開版前に出されることもある。その正語表や、正語表の発行後にも観光物で、さらに誤色が発見される例もある。これらの語色、古記のほとんどは構成者によって構成されることが、 期待されているが、中には、構成をすり抜けてしまうものもある。競技の五色である。例、墓地と元地、あるいは、上り下を、海へ陸下などと五色するのはこの例である。例、来床後軍感染病、二コ、チン、イエ、サイの人。講義の五色である。いくつかの例として、例、偏在と偏在、共演と共演。 対象と、対象と、対象、解放と、解放、意義と、意義と、意義、体制と、体制と、体制など。熟語に、同じ漢字や似た漢字が使われる場合、意味が似通っている場合などに特に見落とされがちになる。語書は、写本の時代からあったが、語色の歴史は、活版印刷の歴史と同時に始まった。ヨハネス・グーテンベルクの印刷した、グーテンベルク聖書は、 西洋で初めての本格的な活版印刷物と見され、出版誌における不滅の禁止等であるが、その中にも多数の誤植がある。42行聖書はたびたび指数の都合で共数を変更しており、組版の組み替えなどによる多数の混乱が生じていた。そのため、この聖書の研究では、誤植と訂正の状況を追う研究が一分野を成している。 洋の東西を問わず、王室や政府、政教分離がなされていない国における、宗教書にまつわる誤植では、厳しい措置が取られることが多く、キリスト教の聖書絡みのものでも口述するようなものが、知られているが、戦前の日本でも、皇室絡みの記事で誤植があると、父兄として厳しく処罰された。1942年、富田爪夫作、軍神杉本中佐で、天皇陛下を、 天皇会下と誤植した童話春秋者は固めに出版停止の浮き目にあった。その対策として、ある新聞社では天皇陛下の四字を一つにまとめた特注の活字も制作されたという。誤植の形態も時代や技術革新によって変化している。出版物が活版印刷中心の時代には万の組み立て時の似た活字の取り違いが多かったが、二十世紀、 後半に文章執筆がワードプロセッサもしくはワプロソフトなどによるものが主流になってからはかな漢字変換の際の語変換や単漢字辞書検索での選択ミスなどによる同音異義語や似た読みの取り違えが増加した。OCR スキャナによる文書読み取りではしばしば形状が似た字の読み違えが生じる。またその他に文字コードの外字領域などが わずかに異なる環境で文書の作成と DTP 編集を別々に行って印刷にしたところ、それらの文字が別の文字に置き換わってしまう場合、また誤って1バイト文字と2バイト文字を混用した場合、例、51個、Apple など、同一でなければならない、文書内のフォントサズや種類を誤って混用した場合などにも、誤植が発生する原因になる。 グーテンベルク聖書から始まった近代出版史は五色の歴史でもある。聖書には五色史上記念碑的なものが多々ある。日本の法令の交付その他工事手続きは判例上、特に国家がこれに代わる他の適当な方法を持つて法令の交付を行うものであることが明らかな場合でない限りは法令の交付は従前通り 漢方を持つてせられるものと解するのが相当であるとされているが漢方にも誤植が参見される。漢方の誤植には大別して原稿誤り及び印刷誤りの二種類が損する。原稿誤りとは主に国の機関から独立行政法人国立印刷局に対して漢方への経済を依頼する際に国の機関から送付される原稿に誤りがある場合を指す。 原稿誤りが発見された場合、掲載を依頼した国の機関が、国立印刷局に対して職権により、正誤欄への掲載を依頼することとなる。対して、印刷誤りは、原稿に誤りはなく、国立印刷局が官報を印刷する際に、誤りが生じた場合を指す。印刷誤りの場合、国立印刷局、または、掲載を依頼した国の機関が、正誤の手続きを行うこととなる。 韓法の誤職には掲載されている法令の効力に重大な影響を及ぼす可能性がある。1948年に起きた食料管理法違反事件では、1947年12月30日に公示された農林省告示で、本来、因縁、改正前の告示における手棒に相当すると記載するべきところが、農林省の現行誤りにより、 まめとも記したことが問題となった。1948年4月7日に、農林事務官、国の機関である農林省の事務系職員名義で、官報に正府を掲載することとなった。日本の法令では、前述の通り官報によって交付されることとなっており、また、法令の効力について、判例は、成分の法令が、一般的に国民に対し現実に、その拘束力を発動する。 施行せられるためには、その法令の内容が、一般国民の知りうべき状態に置かれることが、低要件とせられるとしていることから、本件では、官報制御による法令の効力及び、官報制御以前の法令の効力について、問題とされた。本件について、最高裁判所は、官報に公示するがごとき公示手続き上の加護は、農林事務官においてこれが、 正午の手続きを取ることは当然その権限内にあるものと解するを相当とするから、前示せ正午は正当であって、少なくとも官方正午の非後における本件、手棒の輸送委託をした行為にはその正後された告示が適用されるものと言わなければならないとし、官方正後による法令の効力について、少なくとも官方正午の非後については、正後された告示が適用されると判事している。 さらに最高裁判所より差し戻された本件における札幌高等裁判所判決は、こう伏せられた告示に語があって、その語であることが外部から容易に認識しうるときは、その語を正して解釈すべきであるから、正語の有無に関わらず、その告示は、初めから正しく解釈せられたところに、術的効力を有すると言わねばならないが、その語が、 外部から容易に認識し得るものでないときは、後に生後せられるまでは、その誤っている部分は国民を拘束する力がなく、生後せられた後にその時から、初めて生後せられたところに待つて、効力を生下ると解するのが相当であるとし、本件について、官方生後以前に行われた、控訴事実については無罪としている。新聞は、 日韓という形態と時事を扱うスタイルから、入稿から印刷までが非常に短く、構成する時間も限られるために、漫画、雑誌より誤色が出やすい。後日に訂正欄もしくは、訂正記事によって訂正されることが多い。誤報単純なミスも参照。広告においては特に商品やサービスの価格などの数値を誤植した場合に、トラブルの元となりやすい。輸入商品。 特に説明書の印刷を中国など、海外の業者に委託した際には、誤植が少なからず見られる。これは、言語の壁そのものも、さることながら、日本語の記述面での得意性と、へ、にと、にのように音まで、同じ文字すらある、イコールそもそもミスが起こりやすいこと、日本人以外には、カタカナの細かい差異を区別することが難しいこと、漢字かな混じり文という三種類、 そこにアルファベットまで入れると4種類の系統の言語を混在させて使用する文章など、つまり日本語は記述が難しい言語であることも関係しいるとみられる。語色が正規の表現に変わって定着する場合もある。さのような推理小説、一本の鉛 ISBN4 から04から131201から9は語色が題材の推理小説。一本の鉛は 活字の意味である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。